スポーツ交流の新たな物語が展開していきます。今年の杭州アジア大会のスローガンは心と尊敬する秋篠宮皇嗣同志両殿下、森山正人大臣、1年延期となって迎えた今大会ですが、この1年間でたくさんの経験をして、さらに強くなった自分でこの舞台に立つことができました。今大会も全力で挑むことが今後の自分の成長につながると信じて、最後まで堂々と戦いたいと思います。